友達テレビご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。このシリーズももう相当になりまして、最初は健康関係をやっておりましたが、歴史関係ですね、日本を知るということで、いろんな先生に出てきていただきました。それはですね、どっちかというとこう精神的な面というか、古事記の問題とかそういうことをやってきたわけですが、今日からはですね、歴史としては本命の神野正文先生にお越しいただきまして、私の考えではですね、日本の歴史をいろいろお話になっている先生の中では一番見識も高く、考え方も非常にこうプレーンといいますかね、どこにも偏らないということで最も優れた先生であると思っておりまして、わざわざお越しいただきまして、特に今日はですね、どこから歴史始めるかって難しいんですね。しかしこれはいわば読者の方はほとんどご年配の方もおられますので、一体に日本というのは大きな世界の歴史の中で、どういうふうななってきたか、全体の流れはどうきたか、我々の今日本人はこれまでの歴史というのを踏まえて、今後どういうふうに考えていくかと、いうことをですね、そういうことを考えるよすがにしていただきたいというのがこの番組の趣旨であります。そこで早速ですが、日露戦争から始めるのはそういうことでですね、突如なんで日露戦争なのかっていうことなんですが、ある意味で近代日本の大きな事件といいますか、岐路に立った問題であります。そしてその中に単に歴史としての日露戦争というのではなくて、その中に大きな特徴がありましてね、それは非常に日本に幸運だったってことなんですね。もう非常に限りない日本への幸運があった、それをここで天佑と書いてありますが、これは神野先生がいろいろなお話の中で使っておられますので、それを拝借したわけでありますが、これは一応ですね、どういう天佑があったか、どのような歴史の局面で現れたかということを、第1回目っていいますか連続ものですが、注目していただきたいと思いますね。それはあるいは本当に単純なる天佑なのか、それともそこにいる日本人の魂がもたらした天佑なのか、そうではなくて実は大きな地球の歴史の中で必然的に現れた天佑なのか、これはご覧の皆様がですねお考えいただきたいと思います。そして後先逆になりますが、2回目にですね、それでは世界史全体で日露戦争というのはどう考えるべきかということをですねお話したいというふうに思います。では早速神野先生をご紹介いたします。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で私は物理学者でありますので、歴史は趣味で、本当は高校の時に、大学は歴史に行こうと思ってたんですが、実はその時ちょうどソ連でスプートニック人工衛星が上がりましてね、それで3年の先生が国語の先生で、その先生が武田君は物理や数学ができるんだから理科系に行けと言いましてね、それで失敗しました。ということで今日はこの順序でまず先生に天佑ですね、これをお話しいただきたいと思います。はい、次お願いします。最初にちょっとだけ、日露戦争はよく知ってるよっていう方もおられると思いますが、日露戦争って今からだいたい100年前、120年前って言ってもいいんですけど、100年から120年前にロシアとの戦争ですね。現在は現在でも軍事力はソビエトのロシアの方が強いかもしれませんが、その頃はロシアという世界の大国と、日本というどこにあるか分かんないような国との戦いだったもんですから、日本としては非常な危機で、後で先生からもそういうお話が具体的にありますが、江戸時代開国以来というか日本開闢以来の大きな危機に見舞われたということです。その時の戦争ですから、それは今と違ってもうこれに負けたらっていう、そういう戦争ですね。次お願いします。で最初はちょっとイメージだけですよ。その当時にいろいろご存命でかつ活躍したり悲劇にあったりした方々ですが、まず第一に明治天皇ですね。明治天皇がたまたま江戸の時に、それまで江戸幕府があったわけですが、天皇制が元に戻った時の初代のっていうかですね、天皇陛下で非常に聡明で決断力もあり、
そういう天皇に恵まれたってことがですね、まあ、非常に良かったんです。で一方ロシアはですね、ずっとロシア帝国でありまして、まあ、ロシアが大体こう大体ウラル山脈の西の方の民族なんですが、東方の方に侵略して17世紀ぐらいに侵略してきまして、そしてアジア、さらには拡張主義、もしくは軍港が欲しいというのはいろんな要求がありまして、その時の皇帝がニコライ2世であります。でニコライ2世はお子さんが確か女の子だけで4人おられましてね、これはその晩年にニコライ2世と家族が撮った写真でありますが、ロシア革命が起こりまして、これは下にレーニンが起こしたロシア革命ですねが起こりまして、かわいそうにこのニコライ2世はもちろん本人は殺されてしまいますが、娘さん4人、奥さんおよび娘さん4人、一家全員が殺されてしまいます。そういう、まあ、最後のロシア帝政の最後の皇帝でございます。それとすいません、はいはい、間違いない、息子がいるんですよ。あ、息子がいるんですか、うん、ここに。あ、この息子はどうなったんですか、ね。はい、やっぱ殺された、敗血病で、で病弱で、あ、途中で死んだのかな。あ、なるほど。生きてる生きてる生きてる。で結構17、18、19ぐらいまで生きてた。ああ、そうですか。はい、娘さん4人とも処刑されましたよね。されました ね, ねで、もう確かね、ロシア革命の時にはもういなかったかな。あ、なるほど。ちょっといつ死んだか今あれですけど。あ、そうですか。でこの子が病弱だもんだから、そこに階層ラスプージンが付け入ったんです。ああ、なるほどね。先生 は, お話しなさるともうどん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 行きますからねそれもまた面白いところですので、大いに脱線もしていただいてですね。それから当時の日本の、まあ当時の日本ってのは明治の40年代ですからね、まあだいたいご婦人はこうやって川で洗濯しておりますが、まあまだ江戸からは相当こうレベルが高くなりました。ただ教育には非常に熱心で、まあ、いろんな資料がありますが、日本の文盲率、日本の文盲率はすでにこの頃、大英帝国、その当時一番世界で繁栄してた大英帝国の文盲率も、よりか少なかったとも言われてですね、まあ、そういった、まあ、日本の教育の状態、もしくは国力の状態、そして日本人の、まあ、レベルの本質的なレベルの高さっていうのがこの戦争には大いに発揮されたと思います。それから将軍として有名なのはもう皆さんよくご存知の乃木希典将軍ですね。まあ、乃木希典将軍はやっぱり立派な格好をした写真もいくらでもあるんですけど、やっぱり乃木将軍の特徴って、まあこれはもう、日露戦争終わって、まあ、裸でなんかあれしてますが、まあ、こういう人物でもあったということでちょっとこの写真を出しました。それからこちらは東郷平八郎、日本海海戦の司令官、連合艦隊司令官ですね。まあ、この人も、いろいろ人物表はいっぱいありますが、非常に幸運な人でもあり、まあ戦争でも幸運でした。それから日露戦争を終わって日本海海戦というのは、まあ世界に稀なる日本軍の勝った、連合艦隊の勝った、戦いだったもんですから、まあ軍神、まあ、両方とも神様になりましてね、乃木神社とか東郷神社ってあるわけですが、少し偉くなりすぎましてね、晩年はまあ海軍の政策に口を出しすぎたりした面もないじゃないんですが、まあ、いずれにしても、まあ、日本の偉人といいますか、そういう方の一人であります。次はないかな。あ、そして戦いは皆さんが知ってる戦いをちょっと思い出していただくためにやるんですが、旅順の203高地の戦いですね。これは乃木将軍が指揮したわけですが、まあ、だって5万人ぐらい死にましたか、負傷したか、まあ、大変な犠牲を出した戦争で、これはちょっとせ映画の一部を撮ってるんですけども、白たすき隊っていう突撃隊がですね、まあ、その頃将校が表に立ちまして、まあ、将校は、刀を持って先頭立って大体先頭に死ぬんですけど、そこの後に銃剣をつけた将兵が突撃するという、まあ、そういう戦争の仕方でありました。まあ、しかしどうしても落とすということで、これにも203高地の評価も非常にいろいろでありますので、それは先生のお話の中で触れていただきたいと思います。あとはこちら日本海海戦ですね。これは絵でありますが、
まあ、当時日本海海戦の写真もあるんですけど、海の写真なんでほとんどひどい写真なもんですから、一応あのこれはあのこのここはまあ戦艦がずっと続いてくるわけですね。でも水柱は何かあったら本当は戦艦を狙ってるんですけども、ほとんどは当たらないんですよ。20発に1発とか、まあ、それはもちろんロシア軍と日本軍との訓練の仕方とか大砲の状態なんかで決まるわけですけども、まあほとんどは外にこう落ちながら進んでいくと、運が悪いと当たると、これがまあその当時の海戦ですが、東郷平八郎、後に元帥ですね、後に元帥が指揮して、まあ、有名な戦闘はこの2つであるということで、まあ、これは今までは皆さんがリマインドのためにですね、まあ大体日露戦争、ああそうだったな、日露戦争はこうだったなというふうに思い出すと思います。先生がお話を始めますと突然難しくなるもんですからね、私がちょっと優しいところだけやらせていただきます。では次はどれですか。あ、そうですね、日露戦争での日本軍の転遊、幸運ですね。まあ、実際どうだったか、それは歴史的流れから言ってどういうふうに位置づけられるのか、まあ、これも含めて先生にお話をいただきたいと思います。僕は相槌を打つだけですんでね、よろしくお願いします。じゃあ先生どうぞ。はい、もうね、日露戦争というと私がね一番古い記憶が小学校の頃に、ああ社会の先生がね、もう日本は日露戦争を経験してもう日本は神の国神国だと思ったっていう話を授業中にされて、ああそれを聞いた時私はね、子供の頃ながら、そんなわけねえだろうと、日本が神国のわけない、別に普通の国じゃんと思って小馬鹿にした記憶があるんですよ。で長じて受験生になり大学生になり、こうね歴史の方を読んでると、もう本当に調べれば調べるほどもうね、奇跡と偶然とまぐれと幸運と神女とね、天佑と行幸がもうこれでもかこれでもかとねやってくる、神の国かを日本はと思うぐらいね、あなるほど、こうやってね歴史の方を読んでいてもこんなのをね、もしこう SF の歴史小説で書いたら、こんなうまい話があるかって言って誰も読んでくれないような話が現実に目の前で起こったら、そら当時の軍人もね日本は神国かと思ってしまう人が出てもね、おかしくないな、本当に日本ってのはなんかね神に守られたような国だなっていうことをね、私もね神なんか信じないっていうね、スタンスだったのに、もう信じたくなるほど、その非常に幸運が続くということで、もう本当にこのに日本2600年悠久の歴史の中で、もうこのね初めてと言ってもいい国家存亡の危機において、そうですね、この日露戦争でね、勝つことができた、もうどうて誰も勝つなんて思わなかった、そう世界中誰も日本が勝つなんて思わなかった戦争、日本自身も勝てると思ってなかった、そうです、その戦いで勝つことができた、その幸運っていうのが実はね日露戦争が始まってからのこんな幸運があったこんな幸運があったっていうのはね、あちこちで語られてるんですが、実はね日露戦争が始まる四半世紀も前から、はい、実は天佑が始まっていたと。なるほど。いうことでちょっとこちらの、はいはい、突然全然あの違う話が出てきますが、ビスマルクっていうとこれはねあの当時のプロシア今のドイツですね、それの首相ですね、ビスマルク最小とか言われます。どうぞ。そうですね、でこのね、ドイツという国は長い間、まあ、戦乱時代が続いていたのを天下統一をさせた、まあ、偉大なるね政治家なんですが、この彼が実はね、次のページお願いします。このビスマルクが天下統一を成し遂げて初代皇帝になった人物がこのビルヘルム一世という方なんですが、もうねこのビルヘルム一世はね、このビスマルクというのはね実は天才なんですよね。で歴史上の人物を調べると天才と言われる人たちはもうほぼほぼ例外なく変人なんですよ、うん、もう常識人で天才というのはまあまあいません、ね、だからもうこのビスマルクもまあそらもう変人、この変人のエピソードを言ったらまた2時間ぐらい私かかりますので、そう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 、今日やりますけど、まあ、あの変人っていうか若い頃からもう勉強で苦しんだり遊び歩いたりっていうのはまあ我々と僕なんか知ってるような有名な話ですよね。もちろん政治的にもだけど、彼がそういう高等的な生活から政治に入ってぐっと伸びたわけですよね。そうですね、それはやっぱりその
頭は前から良かった、無理やり勉強させられた、もともと素質はあった、うん、しかしやっぱり世の中をよく知ってたってこともあるでしょうね。あのやっぱりね、うん、平和な時代というか、はい、ことが起こらないと、はい、天才というのはその才を発揮する場所がない。そうですね。だからそのエネルギーを持て余して、はい、もう放蕩したり悪いことしてた、博打したり女遊びしたりもうめっちゃくちゃするんだけど、ちゃんとねあの世が動乱の世とか、もうその自分の力を発揮する場所を与えられると、はい、一気にその天才という才能を、ね、発揮するっていう。いや今ね先生に言われた通りね、歴史の面白さの一つはですね、うん、なぜ明治時代に西郷隆盛とか勝海舟とかなんかそういうのが突然出てきたのかって、そうそう、あの人たちは普段からいるんですよね。そうなんだ、普段からいるんだけど、あの世の中が沈滞するとダメなんですよ。もうケチなこと言った世の中ではね、本当に偉い人が出てこれないの。最近の日本なんかね、もうケチなことばっか言ってんですよね。だからね、あの絶対ね、そこの中に埋もれてる天才っているでしょうね。そうだから私これまた小学校のことなんですけど、どうしてね戦国時代とか、幕末維新の頃には、すごい英雄で、そうそう、天才英雄が現れるのに、そうそう、その真ん中のね、江戸300年の間に大した、ね、英雄が出てこない。そう、なんでだろうと私小学校の頃不思議だったんですよ。でも調べてみるとちゃんとね、太平の時代にも天才は生まれてるんだけど、そうそう、それを発揮する場所がない。場所がないから、しょうがないから吉原の遊郭でも行ってこうか。そうなんですよ、ね、うん、だから平和な時代にもうめちゃくちゃやってる人っていうのは、戦乱の時代に場所を与えてやるとすごい才能を発揮する人かもしれない。そうですね、っていうね、典型的なやつ、このビスマルクね。ビスマルクはね。で、だから実はね、このヴィルヘルム1世という人はね、もう凡人だったんですよね。まあ、凡人だから良かった。そう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 、そうなんですよ、ええ。でもね、凡人さんはね、この天才というのはあまり好きじゃないので、あまり好きじゃなかったみたいなね。なるほど、で好きじゃなかったんだけど、もうこいつに任しとけば大丈夫というわけで、全権委任してたんですが、はいはい、彼がやがて亡くなると、二代皇帝は三月で死んでしまいますので、はいはい、亡くなると、あ、そうですか。そうなんですよ。ヴィルヘルム2世っていうのは3孫ですかね。孫なんですよ。ああ、なるほど。だからまだ若いんですよ。はいはい、まだね、即位した時にね、もう29歳。ああ、なるほど。政治家としてはまだね、鼻垂れ構造なんですよね。ただ彼はね、あ、それでビスマークとうまくいかなかったんですよ。そうなんですよ。こちらがね、もうこの野郎ジジイがっていう感じになった。73歳。ああ、なるほど。もう海戦山戦の老下の男とまだね世間知らずの若さ噛み合わないんですよね。なるほど。で結局嫌がらせの限りをして、うん、まあ、ちょっとした政治の失敗で失脚すると、はいはい、この1888年にビスマルクが失脚したということは、日露戦争が始まる四半世紀を前の出来事 で、 そうです、ね、日本とは何の縁もゆかりもない関係ないことなのに、これが実は巡り巡って日露戦争を助けることになるっていうね、うんうん、これはもう日本の努力とか関係ないもんですから、そうですね、まさに天の助け、天佑というのにふさわしい。それはこの歴史の大きな流れが、まあ、日露戦争っていうのをもたらし、その40年間ぐらい前に、まあだけどビスマルクがそのやっぱり偉くなったのは、オーストリア、ロシアも戦争があったかな、ありました、ね、ドイツ、フランスもありましたよね、不仏戦争が。不仏戦争、不法戦争ね。ちょうどその近世の中から現代に移る時のヨーロッパの秩序の変更みたいなのがあって、その中で、まあ、フランスはナポレオンの後だったから結構強かったし、ドイツはまあ諸国に分かれておりましたからね、弱かった。その中でまあプロシアが一応の主導国ではあったけど、そこはやっぱり大きな時代の流れの変化の中で、さっき言われたようにビスマルクが出てくる。 その時凡庸な皇帝がいて、あ、いいよお前やってくれと、うん、そしてそこでビスマルクの外交なりそういった決断力なりが十分に発揮されたと。そうなんですよね。それでドイツが、ドイツっていうか北ドイツっていうんですか、まあ、あの当時は皆さんちょっとあのおかしいと思うんですけどね、あの当時はね、ドイツよりかね、オーストリアの方が、まあ、基本的には格がずっと上なんですよ。そうです。オーストリアはね、ハプスブルク家なんていたもんですからね、ものすごく強くて、でオーストラリアとドイツの関係が逆転したのがやっぱりビスマルクの時ですよね。そうですね、うん、はい、まさにそうです、ですからそういう荒波が過ぎて新皇帝が来る、俺できるよっつってやると、ビスマルク首にすると、そう、あ、その影響がいかに日本に来たかと。どうぞ。そう、はい、そうですね、うん、ということで、うん、この天才にね、自由にやらしてる間は良かったんだけど、自分で政治をしたと、はい、いうことで、
彼はね自分の政治のことをねこう老いた水先案内に代わって私がドイツという新しい船の当直将校になった。おなるほど、うん、それが先ほどねちょっと戻してもらいます。この船をねドイツという船をその彼の話を言ってる。それは上からウィルフム2世が嘲笑ってる。そうそうそう、で俺が当直将校になって、こいつが船を降りたと。なるほど、歴史の表舞台を叩き下ろして俺がこれから政治をするぞ。だからちょっと次のページ、ここでね私の政治は新しい航路に向かうと。なるほど、ビスマルクの航路は古い。なるほど、新しい航路に向かうというわけで新航路政策っていう。ああそうでしたね、はい、新航路政策っていうんだ、ウィルヘルム2世のね、うん、そうなんですよ。で次それが大間違いだったと。大間違いっていうか日本には良かった。そう、うん、日本にとってはね、はい、次のページお願いします。でね、新航路というのはいろんな政策を打ち出してるんですが、日本と関係が深いのがこの第一次艦隊法、第二次艦隊法です。でね、ビスマルクは天下統一したといってもそれは見せかけだけであって、やっぱりね、ドイツ第二帝国の蓋をちょっと開けるともう中身はやっぱりバラバラな状態。これを本当に統一する真の統一政策はこれからスタートラインに立ったんだという考え方があったもんですから、そのためにはね外国と戦争してられない。だからなるべく諸外国とは戦争しないように、戦争しないように国内政策に集中できるようにという政治をやってたんですが、それがどうしても理解できなかったビルヘルム2世がね、なんで我が帝国はね天下統一したのにイギリスフランスのようにねってどん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 外に打って出て植民地を作らないんだって、もうどうしてもそれが理解できない、うんうん、だから彼はビスマルクを追い払った後はね、うん、この艦隊法、艦隊法で海に出なきゃ、うん、植民地を取るためには海に出なきゃ、うん、海に出るためにはどうしても海軍、強い海軍が必要であると、はい、いうわけで海軍を作ります、うん、ところがねこの海軍ガンガン増強されると困ったのがイギリスです、はいはい、ここでイギリスびっくり顔した顔してますよね、はいはい、ちなみにこのね、手はね、実は先生の途中であれですけど、あのテルテル君って先生は呼んでますね。あ、そうなんですよ、テルテル坊主みたいですからね。そうでもないかいや、このテルテル君がなかなか面白くてね、あの中国のテルテル君だったら中国人の帽子をちょっと被ったりね、そうそうそう、それから怒ったり泣いたりね、海軍だったらこのね帽子を被したりね、あ、そうかそうかそうか、日本だったらこの日露戦争もね、あなかなかこのてるてる君、それからこの先生がこうよく使ってる細いペンがあるじゃないですか、はいはいはい、あれは何ですか、何ですかってことないですか、あの細いペンで書いてるやつですか、注釈をついた、あれはそういうあのマウスの形をそうしてるだけなんですけど、ああなるほどなるほど、はい、まあ、あの図もね随分工夫して帰ってこられて今日もあの先生から図をお借りてねこの話をしております。どうぞどうぞ。でイギリスがね、あんな日本列島よりも狭いブリテン島の小さな島国のイギリスが当時はね、7つの海を支配してね、君臨していた。なぜかというと、これは二国標準主義というのを使っていたからです、うん、で、まあ、英語で言ったらね、ツーパワースタンダードっていうんですが、これは世界ナンバーワンの海軍大国がイギリスであるのは当たり前として、世界第2位の海軍大国と世界第3位の海軍大国を足してもこの2位と3位が一致団結してイギリスに向かっても勝てる、それだけの絶対的な海軍力を持つという二国標準主義でこの7つの海を支配できていたのに、ここでね、ビルヘルム2世が艦隊法をかけたことによって、うん、この二国標準主義が維持できなくなってます。なるほど。そこで当時のイギリス海軍はえらいことになった。ランク外だったドイツ海軍が一気に世界第2位まで来たと、うん、これでは二国標準主義が維持できないので、うん、それはイギリスのね、支配が崩れる、支配体制が崩れることになるので、当然我が国もドイツに合わせて、艦隊法を出すべきだって海軍が怒るんですけど、当時のイギリスはもうすでに経済が傾いていましたので、はい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 、1874年頃からもう傾いていましたので、だからイギリスの議会がうんと言わない、どこにそんな金があるということで、ガンとしてうんと言わないもんだから、でもそんなこと言ったってドイツに対抗しなければどうなるんだ我がイギリスは、というわけで海軍と議会が揉めた結果妥協案が出て、次のページお願いします。実はイギリスはね
ちょっと遡ること、1898年にロシアがここ旅順を手に入れて、この旅順艦隊を建設やります、そうするとロシア艦隊がこの航海に出てくる、それは七つの海を支配しているイギリスにとって絶対許せないので、そこでここの同じ1898年に一海営、ここをもらって、清朝からね、清朝からもらって、ここに一海営艦隊を配備して、ロシア艦隊が絶対にこの渤海湾から出てこれないようにしたんですよ、あの一回、今何年って言いました、あのイギリス1898年ですね。あ、そうすると日清戦争の後ですね。前です。あ、前 1898年なので、前です。日露戦争は1904年、日清戦争の、日清戦争の後だ、あとね、日清戦争の、実はこれが起こったのもね、日清戦争が理由なんですよ。あ、日清戦争が終わると下関条約結ばれましたね、ほんとソ連にびっくり仰天して、ドイツ、ロシア、フランスが三国干渉した。あの三国干渉で日本が歯ぎしりして悔しがって餓死状態に入るんですが、あの時にロシアがお前返してもらってよかったなと、日本から返してもらってよかったな、よし、じゃあそのお礼にこれちょうだい、これが1898年なんですよ。だからその前の日清戦争の時に伊海園にいた北方艦隊でしたかね。あ、そうです、北方艦隊、北洋艦隊です。北洋艦隊、あの清国の北洋艦隊ですのはものすごくでかい船もあったんだけど、それをあの日清戦争で日本海軍が全部沈没させましたからね。それで伊海園が空になったわけですね。でも違いますか、庭園沈園は落とせなかったんですよね。あ、庭園沈園は沈没しなかった。しなかった。あ、で、あの沈園がここに逃げ込んでたんですよね、はあはあはあ、その逃げ込んできていたのをあの露覚して、ああ日本連合艦隊に組み込んでる。ああ、なるほどなるほど。あの天園沈園というのは非常に有名な、あ、その後また説明あるかな、もうでっかい、当時としてはもう信じられないぐらいでっかい軍艦で、当時の江戸時代から明治時代になって40年ぐらい経った日本はそんなでっかいのを作る、軍艦作るってことが難しかったですからね。もうね、作れなかったどころか買うことすらできない。あ、そう、もうイギリスから買えばいいんだけど、そのお金すらない。お金すらない。ほんでアルゼンチンかなんか作ってもらったりしたんですかね。とにかくまあもうだから沈園庭園なんか見たらびっくりして、ところが戦争が始まったら結構日本流に庭園遅延を落とさないけど甲板にいる水兵ぐらいは撃てるわとかいろいろやって、まあ勝った。で北洋艦隊はあの頃庭少女なんか、あの将軍がいましたよ。いました、いました、北洋艦隊の司令長官。ああ、出てこん。あの死んだかなんかしたんですか、最後死んだかどうか。だけどああいう偉い将軍も清国にいたんだけど、そうなんですよ、一般兵卒はダメだったですからね。もう寄せ集めですからね。寄せ集め、もうあの愛国心もほぼゼロですから。そうそう、大体愛国心というのは国があるから愛国心があるんで、日本の方はもう2000年も前から国があるんですけども、中国は清が落ちてこの別 の王朝になったら国が変わるようなもんですからね。まあいいですよ、まあ、どうぞ。あ、そうですか、僕知らなかった。この伊海洋に、北洋艦隊、中国の北洋艦隊が辞めてイギリス艦隊が入った。そうなんです、このロシア艦隊が旅順に入るということで、これを抑えるためにイギリスがもらったんですよ。なるほど、租借ってやつですよね。租借ね、借りたんですね。あ、で、まあ、借りたって言ってもあんなもんもらったようなもんなんですけどね。そう、でここに一海援艦隊を配備して、これでロシア艦隊を抑えたと思っていたんだけど、でさっきの話に戻って、もうどうしても対独艦隊が必要だ、でもお金がない、そこで苦肉の策としてこの一海営艦隊をもう対独艦隊に編入して戻ってこい、戻ってこい、戻ってこいって言ってますよね、これね。戻します。と戻しちゃえばドイツに対する対独艦隊はこれでいいんですが、ここがすっからかになっちゃう。それで日英同盟。そうなんですよ。おー、なるほど。ここで旅順艦隊がうろちょろされたら困るんですが、それを抑えるだけの海軍を持った国をがあるか、清朝にできるか、韓国にできるかということで、もう日本しかない、だから日本にすがるしかない。なるほど。それまでイギリスはね、もう19世紀を通じて、公営ある孤立、
どこの国とも軍事同盟を結ばず、絶対的な立場で、自分が世界のバランサーとして、世界の国々を手のひらで操って自分はどこの国とも軍事同盟を結ばないということを誇りにしていたのに、猿とバカにしていた日本と軍事同盟を結ばにはならんほど追い込まれた。追い込まれた。それというのもこれというのも、うん、ビルヘルム2世が新興路政策をやったから。なるほど。じゃあなんで新興路政策をやったかといったら、ビスマルクが失脚したからなんですよ。新興路だからビスマルクと違う政策を出さないから。そうそうそう。ビスマルクはとにかく仲がまだ弱いから、そうそうそう、平和でロシアと同盟したりフランスとどうしたりってやってた。だけどもそれじゃあ俺の価値がないからつって若いウィルフェルム2世がやった。その政策でイギリスが困った。イギリスが困って異界営の軍隊を海軍を引き上げた。そのためには日英戦争を結ばんといかん。それでもう日本はものすごく大きな得をしたと。だから、うん、日露戦争は日英同盟なくして絶対に勝ち目はないので、うん、あのどうしても必要だったんですが、うん、これもね、あのビスマルクの失脚ということがなければ、はい、イギリスが猿とバカにしてる日本とだね、光栄ある孤立というね、あれに誇りを持っていたのに、それを金繰り捨ててまで日本と同盟を結ぶなんて考えられないこと。あの撮影戦争でイギリスの東洋艦隊が薩摩に やや痛みにあったということは影響してないですか。そのイギリスが日本を評価するときにね、うん、やっぱり日本っていうのは東洋でもちょっと違うかもしれないと、うん、あそこならまあ同盟ぐらい結んでもいいかという。ああ、でもそういうことはあったかもしれませんよ。あの日本人っていうのはね、うん、他のアジアとはちょっと違うっていうね。違う。だって清国なんかアヘン戦争でイギリスの東洋艦隊が 2,3 隻行ったらもうほとんど戦争にならなかったじゃん。そう思って今度南蛮貿易事件の後東洋艦隊鹿児島湾に入ってね、見たらね、うん、思わぬ砲撃受けると、うん、ポンコツ放題からねダーッていくと。だからまああれ影響あったかなと今まで思ってたんですけど、あまりなかったような感じですね、今の先生のお話だとね。あのやっぱりね、うん、ちょっと話が遡りますけど、はい、向こうがね鉄砲というものを開発して、はいはい、でそれをね、アジアだとかね、はいはいはい、アフリカだとかアメリカ原住民とかにね、売ったりなんかするんだけど、日本だけが手に入れて、たった2兆だったか3兆手に入れて、そうでこれをね、小判だったか黄金だったかでね、大枚はたいて買って、うん、ポルトガル人大喜びして、うん、こんな時代遅れのねポンコツをね、こんな買ってくれるとジーパング見つけたと言って戻って、めちゃ儲かりますと言って鉄砲も引っ提げてやってくると、もういらないよ、うん、もう我が国で作れるからっていうのを聞いて、ポルトガル人がの日記がね残っていて、この日本人は他のアジア人と違う、他のアジア人でね、購入して使うやつはいても、うん、自分で作ろうという発想すら持っていた連中はいないと。そうそう、いない、うん、日本人はもう次に持ってきた時には作ってると。そう、今でこそ我々よりもね劣ってるかもしれんけど、この日本人というのは将来我々の脅威になるであろうっていうポルトガル人の日記があるんですよね。その通りになったっていう ねだからあの当時、まあ、あのまた別の機会にいろいろ先生とお話をしたいんですが、アジアで日本だけが、ほぼ日本だけっつっていいんですけど、植民地にならなかった。そう、植民地にならなかったのはなぜかって言ったら軍事力が強かったから。あの日本が軍事力弱かったら別に平戸にだけ来てオランダに来てくださいっつったって、いやそんなこと言わないでお前港開けろって終わりだけど、そこは織田信長とか長篠の合戦がありましたからね。うん、すごい力。あの頃の鉄砲の、日本の鉄砲の数とヨーロッパの鉄砲の数の比較の研究なんかあるけど、いろいろデータがあってよく分かんないけど、ほぼ等しかったとか、うん、一国日本の多かったとかいうね、多かったとかいう、うん、例もありますよね。そう、だからあの長篠の戦いなんていうのは我々は日本の歴史として見るけども、安楽の鉄砲を持って柵作って武田の騎馬隊が突撃戦の三段構えで撃っていくなんていう考え方はね、いやこれはあのヨーロッパでもないぐらいですね。ヨーロッパでもああいった三段構えの射撃なんていうのはワーテルローなんかではもちろん出てくるけど、まあやっぱりね、でもなんか最近はね、うん、三段構えなんかなかったっていう人もいるんだけど、だけど私が思うにね、うん、いや三段構えがなかった、うん、じゃあどうやって勝ったのっていうね、どうやってあんな圧勝することができたかっていう説明は、そうなかったというね説を唱える人は言わないんですよ、ね、言わない、
じゃあ三段構えがないんだったら三段構えに匹敵する何か別のそうそう、ね、戦略を取ったはずなのに、そうそう、あの頃の、武田の騎馬の突撃ってすごいですからね、うん、まあ、ちょっとでも空いたらダーッと入ってきますからね。だから私はね、うん、三段構えそのものじゃなくてもなんかそれに近いものやってたと思ってるんですけどね、私は、まあ、はい、分かりました、あまり脱線するといけませんけど、ね、話がそれちゃってね、だけど歴史はね、そういうふうにこう複雑にこう絡み合って全体の大きな流れの中で小さい事件がこう次々と起こってくるのが面白いですね。でまた興味があったら脱線するのもまた楽しみですね。そうそう、はい、というわけでこの日英同盟が生まれたのはね、もうその日露戦争が始まる四半世紀を前から実は天祐が起こっていたという例としてね挙げました。では次のページ。だからウィルヘルム2世の日本に銅像を建てんでいかんのだあなたがこんなにポンコツ政策をしてくれたからもうせっかくビスマルクが作った帝国もウィルヘルム2世が滅ぼしますからね。そうだからもうちょっとね、老下な、ね、政治家の指示を受けてどうせもうご老体だったんだから、そう、あの人が死ぬまではちゃんと勉強してやればよかったんですけどね、まあ、だけどそれが若気の至りでね、そうまだ29歳だとそういうことわからんかなっていう、わからんですね、はい、On a clear and warm spring daySumina, there they go, the boatmen row up and down the stream. See the splash and hear